それではサニーちゃん、これから撮影を始めたいと思いますので、よろしくお願いします。動かないですね。はい、こんにちは、川辺真由美と三人姉妹の3人の玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。いつもありがとうございます。どうもありがとうございます。お忙しい時間ありがとうございます。今日届いたと言いましても、多分このシリーズで4回か5回はもうやってしまってると思います。これはだいたい毎月1回は来ますので、あまりに多いとあれなんで、だいたいこう来てもご紹介しないことが多いんですね。でも今日はちょっとご紹介するものがないので、まあとりあえず、前からご覧いただいている方もここ見えてるだけで、あれですね、あの焼酎ですね、あの鹿児島の芋ですねっていうことがもうご存知かと思います。でも不思議なことにですね、最近なぜか、その何て言うんですか、こう、YouTube を、普通ご覧いただく方は、まあ大体、一桁、まあ場合によっては10人の方とか、なんかの間違いで20人の方ぐらいなんですが、なぜか最近ですね、あれ何て言うんですか、チャンネル登録してくださる方いますよね。ここのところなんか、ちっとずつ、増えていただいて、もしかしたら、まだこの焼酎をご覧になった方がいない、いらし、いえ、ご覧になった方がおられるかもしれないので、またまたご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。はい。この焼酎は、毎回いつもこれ、6本。買います。同じ焼酎です。重いです。よいしょ。はい、こういう焼酎です。白玉のつゆと申します。鹿児島県の、肝付郡錦江町、鹿児島県、九州のこう鹿児島があったら、半島が2つ出てますよね、足みたいに。薩摩半島と大隅半島ですよね。そっちからご覧いただいてもそうですね。で、こっちの大隅半島の方の肝付郡。ね。今、ね、なんか、ため息つきました。このワンちゃん、ため息つくんですよ。なんか、面白くないとですね。もっと面白いことをなんか、話してってこと？あ、寝てる？はい。ということでございまして、この白玉のつゆというのは、もう、私は、もともと、大分の出身で、大分といえば麦焼酎ですよね。だから、で、私は、大学が大分県内でございましたので、大学生の時から麦焼酎をよく飲んでおりました。ロックでですね。で、それで東京に行って日本酒の美味しさを知ったんですね。東京に行くと何て言うんですか、東北の方の美味しい日本酒があって、そこで一旦日本酒党になったんですが、島根に帰ってきて、その、一時、国土交通省の地域振興アドバイザーというのをやらせてもらってまして、その時にですね、なぜか知らないけど私、九州に派遣されることが多かったんです。で、普通の講演とかと違いまして、こう、一年のうち何回も同じところに行って、で、そこの地域課題をこう勉強して、地元の人たちと地域おこしを一緒にしていくという、まあ素晴らしいシステムがありましてですね。で、それでもうかなり鹿児島県、宮崎県、熊本県、まあ随分いろんなところに、宮崎は違いますね。宮崎は公園でした。まあ、とにかく、九州に行くことがすごく多くて、そこでいろんなこう、芋焼酎とか、米焼酎とかを知ってですね、すっかり、焼酎いいなと思って、焼酎ファンになりました。で、その頃はいろんな焼酎をいろいろ飲んでたんですね。イサミという焼酎も、あれも美味しいですよね。ちょっと、お高いので、普段はちょっと飲めないんですが、そこでですね、このたまたまもう5年ぐらい前かな、もっと前、6年前ぐらいですかね、たまたま、近郊、
町に行った時にですね、この焼酎を飲んで、うわぁ、美味しいと思って。そしたらこの焼酎調べたら、また名前がいいじゃないですか。白玉のつゆ。で、この普通の地元、この辺りでは売ってませんけれども、お値段がすごくリーズナブルなんですね。で、こう、味もちょうどピタリと私の好みに。あんまイモイモしててもあれだし、だからといってあんまりさっぱりもあれだし、甘すぎるのもあれだし、辛すぎるのもあれだしで、いい塩梅なんですよ、この焼酎が。ということで、ほぼ毎日、ほぼじゃないんですね、毎日、いろいろですね、ワイン飲んだり、日本酒飲んだり、ビール飲んだりしながらも、落ち着くところは、焼酎、若い頃はロックでしたけど、今はもう年寄りですので、あんまり冷たいものを飲むと体に良くないだろうと思って、今はお湯割りにしております。はい、ということで、もうそろそろいいよという感じで来ております。本当に焼酎お好きな方、一度お試しください。というか、焼酎お好きな方だったら、もう毎日飲んでおられるかもしれないぐらい、もう大好きな、あら、サニーちゃんなんとなく似合うわね、焼酎がね。はい、ということでございまして、今日もありがとうございました。サニーちゃん、よし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 。どうしたの、サニーちゃん。なんかこう、やっぱり、私が一方的に喋るだけだとつまらないみたいで、なんか参加したい感じ？参加したい感じ？参加したい。どうやってさ、あ、なんかコスプレしたい感じ？あー、コスプレね、何がいいかね。今、おまわりさんが来ました。あの、時々ですね、こうやって一軒一軒回ってくださって、なんか変わったことはないですかとか、で、ほら、私なんかこう、年寄りなもんですから、ちょっと心配してくださってですね、還付金詐欺とかいろいろあるから、お気をつけくださいねって、あ、うち、家電がないから大丈夫ですよとか、なんかそんなお話を今、しとったところでございます。細やかにですね、こうやって。回ってくださって、まあ、ありがたいことでございます。まあ、田舎ですのでね、そんな、こう、事件とかそういうようなこともうほぼないですね。はい、ということでございまして、サニーちゃん、何、はい、ということでございまして、今日もありがとうございました。ありがとうございます。